正座したってからね、20年前やるわ。20何年前。10% はないと。10%やね。10%や。20年前正座したのが今 10% になったね。10% いかなくて、ほとんど腐れが始まっちゃったね。本当に。10%は出てきますと。感染率が 10% はないと。みんな感染率がない方がいい。10%は最低な人。材の厚み12センチないか。現在の厚み11センチ。Yeah, this is...
確かに。はいはいはい。まあ男4人じゃなんて持てない。一応ね、はい、年輪が数えられないぐらいの500年以上して神社の宮司が言おったけどね。こちょうど真ん中方。これがね、2番玉か3番玉やったよ。もう戸はね、間が大きくてね、うちではもう1メーター50ぐらいあったもん。うちでは製材できんちゅう思て、それはもう買えんかったっていうね、もう買わなくてね。で、測ってよ、自分のとこでこれは製材できるかなっていうのを買ったのよ。で、4メーターで買ったけど、もう製材しきれんと思って、で、リフトも動かせれんぐらいのやつやったから、もう2メーターに切り替えた。イチョウですか、これ。イチョウの香りかな。リンナの。こうなるとせんやね。まあ、イチョウは、私は丸くはないだろうよ。うん。大体まな板。でね、昔はこんだけ、あの赤目が張ってるやつは、5番にしようと。あの、茅の5番よりね、貴重品でね。わざと。イチョウの5番っていうのは。ここ、マサでほら、5番が取れる。もう、並べると、カヤと変わらない。だから、色がやったけど、だから、カヤと、カヤにしちゃう。こんだけのカヤやったら、もう、当時やら、何千万にしよったやろな。イチョウでも少ないわね。イチョウでも、こんだけ赤目が張ったのは、そうなんよ。でしょうね。こんだけ赤目が張ったやつはね。